プエルトリコの WBC の視聴率、とんでもないことになる。こちらすでに貼られた記事。プエルトリコでは昨日の WBC ドミニカ共和国戦のテレビ視聴率が 61% を記録とのこと。日本以上の視聴率となっております。そりゃそうよ、日本以上で草。日本以外も盛り上がってるんか。つまりそれだけの国民の前でディアスはチャンネル2つくらいしかなさそう。ディアス効果で明日の準々決勝もすごそうだな。プエルトリコってテレビあるんか。プエルトリコは経済発展してるぞ。政治的にはアメリカ領なのもあって、アメリカか国民の6割に人体断裂をさらされたディアスさん。 WBC のせいでディアス怪我したとかプエルトリコ人は言っとんのか。ニューヨークのラジオ局は言ってる。メキシコでは盛り上がってないらしいが、プエルトリコは盛り上がっとるんやな。盛り上がってんのが日本だけじゃなくてよかったわ。それだけ多くの国民に見守られながら行けて、ディアスも幸せやったろう。サカブー、どういうこと。日本でしか盛り上がってないって言ってたじゃん。説明責任果たしてよ。実力的に決勝レベルやしな。モンゴルにおける相撲みたいなもんやろ。ご視聴ありがとうございました。